皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。d n a 大和内野手36が来期の戦力構想から外れたことが17日、分かった。サクオフに結んだ契約期間は3年。今期限りでの対談が確実となった。写真、ヤマトの新婚にショット高卒入団した阪神には12年間在籍。 内外野ともに球界屈指の守備力を誇り、12年から6年連続で100試合出場をクリアした。中堅レギュラーに定着した14年はゴールデングラブ賞も獲得。17年オフに国内 FA 権を行使すると、阪神も含めた複数球団による争奪戦の末、d n a に移籍した。 d n a でも19年に遊撃レギュラーとして137試合出場を果たすなど、一軍に欠かせない戦力に。軽守のみならず、勝負強い打撃でもインパクトを残し続けた。直近の3年間は牧からお願いされる形で鹿児島、カノや合同自主トレを継続。チーム最年長プレーヤーとして存在感は大きかった。ただ、 遺跡7年目の今季は42試合出場で打率2割4分7輪、3打点。持ち味の勝負強さを発揮できないまま、8月の大半を二軍調整に費やした。一軍復帰していた今月11日の守備練習中には、尾骨骨折の不運にも見舞われ、15日に出場選手登録を抹消されていた。22年オフには契約更改の席で、 幼少期から慢性腎臓病を患っていることを告白。同じ病気を持つ子どもたちに勇気や希望を与えられるのは現役中だけなので、と言葉に力を込めた。23年1月には国内でも数百人しかいない、伝ント病であることも判明し、生体人移植も視野に入れながらプレーを続けてきた。現時点で通算957安打。 目標としてきた1,000安打が近づいている。体はまだ全然動きますとコンディションに問題はなく、現役続行の道を模索する可能性も十分ある。大和、大和、本名前田大和、前田大和。1987年、昭62、11月5日、鹿児島県生まれ。湘南で1年夏、3年夏に甲子園出場。 5年高校生ドラフト4巡目で阪神入団14年に外野手としてゴールデングラブ賞を獲得17年オフ d n a に FA 移籍遊撃を中心に出場を続け今年5月19日の中日戦横浜で通算1500試合出場現時点で通算1524試合出場打率2割5分1厘 12本塁打282打点200ギ打93盗塁177センチ77キロ右投げ右打ちどう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。